いやあれ結構難しいぞ。とりあえず、あいつは一発で倒したい。これで、なるべく頭を狙いつつ、狙わして、ここ！オッケー、一発！で、とりあえず敵は出てこないんだっけ？しばらくは出てこねえんだよな。で、こいつは生き返らないから大丈夫。で、ハープーンを、もう一個作っておく。OK。で、あ、いいですね、回復薬。あ、待って、回復薬2つも出てきただろ。そんなのありか。なるほど。俺があまりにも哀れで、そういうことをしてくれたってことか。で、とりあえず、どうしようかな。こっから手榴弾、投げる。あるいは、ハンドガンか。ハンドガン一つもねえんだよな。マグナムはさすがにちょっともったいない。くしゃみも出るし。ショットガンもあまり使いたくねえんだよな。さあ来い。こいつは一発で倒す？倒せなかったか？倒せなかった。なんか落としてくれればいいんだけどな。こいつもしけてんな。 で、手榴弾に変えて、待って、なんかシリが反応した。で、来る。1体ずつっていうのが厄介だな。こいつはどうしようかな。ハープーン、どこ行く？え、何拾った、あいつ。あ、待って、それはダメ。危ねえ。 危ねえ。爆弾か。あんなところに爆弾があったの。で、何か落とさない。落とせよ、しけてんな。なんで一発で来ねえんだ。お前か。あいつは、あ、いや、あいつ銃持ってるからな。銃持ってるやつはさすがに危ねえから、このまま殺しといて。で、銃を持ってないやつは、あいつを、こいつを使って、ちょっと燃やそうか。ねえ、そうしよう。出てきた今。あ、いいですね、2体。来い。あ、待って、あれはダメだ。やだ、やだ。あ、外した。 待って、どうすればいい？俺は、スナイパー？まさかの。よし、オッケー。危ね。あ、回収できたかもしれない。わー、しまった、今の回収したかったな、マインボルト。これなんだ？あ、バリバリさんいいですね。で、あー、2匹出てくる。手榴弾かな。いや、手榴弾残しときてえな。ショットガンがまだ一発ある。マグナムも一応あるにはある。スナイパーかな。待って、ここに来ないで。危ねえ。で、あそこか。
あーやばい、あーやばい、それ危ねえ。あ、なんか落としてる。あー脳みそか、脳みそとショットガンだな今の。いいですよ。あいつ困ったな。あ、ちょっと待った、食らった。思ったより結構効いた。回復する。はい、いいですよ。いいんだけど、どうしようかな。こっち側に来てくれないとなるとどうすればいいんだろう。ハンドガン、まあしょうがねえか、マグナム使っちまうか。あ、いや降りてくるな。降りてくるんだったらばショックボルトしかない。スナイパー一発、ショットガン、ショットガン結構あるから今とりあえずショットガン使うか。さあ来い。あぶね、はい爆発しろ、はい爆発しろ、よし OK。 あいつ何も持ってねえな、何も持ってねえやつはここで燃やすか。さあ来い。あ、走ってくる。はい、燃やす。あー、ダメだったー。うー、待って。よし、オッケー。これで、よし、オッケー。いいですよ。はい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 。で、あと、2匹登らないとダメか。で、あっこにもなんか落ちてるな。あれ？あ、危ね。あー燃やす。よし、オッケー。あいつが厄介だな。どうしてくれようかな。やっぱり手榴弾なのかな。でもさっき手榴弾聞いた様子がねえんだよな。ねえ。マグナムで倒せるのかな。それかスナイパーライフル。これが収まった瞬間に立ち上がって撃つ。ここ。あ、あ、ダメだった。マジか。あ、違う。うん、待って、それダメ。マグナム？あれ、聞いてねえぞ、あれ。ほら。え、どうすればいいか。開いた瞬間に行くとか。あ、待って、増えてるし、なんか。おかしいだろ。手榴弾かな。マグナムでも効かないってどういうことで。とりあえず回復する。回復してしゃがむでしょ。タイミングよく投げるってことだよね、この辺。あー、ダメ、倒した。あ、倒したか。あ、いいですね、回復薬。オッケー。これ、ちょっと待って、こっちか。弾ねえのか。あー、ハンドガンか。あー、で、ここから来てたんだな。じゃあ、ちょっととりあえずこっち側登って、なんか物落ちてねえかも。何にも落ちてねえ。しけてんなー、マジか。回復薬じゃない。弾が本当に枯渇してる。ここに来て。まあ、いったぞ、これは。はい。ここにも、何もなっせ。マジか。あ、チェックポイント入っちゃったな。何の？なんか爆弾のジリジリみたいな、そんな感じの音に聞こえるけど、気のせいか。で、こっちか。敵は
多分いない今のところ。そこの扉か、あ、なんかある。あー、手榴弾ね、いいですよ。はいはいはい。で、あー、何もねえな。これも弾か、ハンドガンか。まあないよりはって感じだけれども。あ、これは開かねえのか。でも別に反対側から入れるけど。なんだこれ。あー、壊せってことか。あー、なるほどね。はいはいはい、そういうことね。で、頼む、なんかあってくれ。なんか何もない。こっちは、あ、ハンドガンだな。ハンドガンか、必勝決めろみたいな、そんな感じかな。あれ、どこに行けばいい。階段か、あ、階段か、はしごだな。なんでこれ二通りの行き方がある。階段とはしごと。ここで戦いが繰り広げられるか、そんな感じ。一本かよ。一本か。で、あー、多分これを動かす系だな。はい、丸を連打。これをやるとどうなる。あー、バッテリーが入って、あー、もう敵と戦う。うー、マジか。待てよ、どっから来る、どっから来るか分かんねえ。そっちか。はい、燃やす。あ、待った、どこだ。あ、待って、あ、硬い、硬い。デブ硬い。危ねえ。あー、やだ。あー、燃やす。あー、燃やせなかった。あー、やだ、危ねえ。あー、待って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 、待って、あの撃つやつ卑怯。あっこか。立った瞬間を狙う感じだな。バカバカバカめ。バカめ。死んだか。まだ死んでねえな。やばっ。なんだこの、あぶね。弾がなくなった。とりあえずまだここにもいるんだな、敵地味に隠れてる。手榴弾届くかな、これ。届くんだったらば、あ、届くね。こんな感じでいいですね。で、あいつもこんな感じで、さあ、あら、ダメか。あいつはなんとかして倒すしかねえな。じゃあ怒りに任せて。うるせえ。やかましいわ。あ、こんなところにスナイパーライフルがある。ということはスナイパーで倒すか。お面、あ、お面してる系だな、あいつ。お面してる系のやつ効かねえんだよな。ただ言って、マグナム使う。でもせっかくあるんだし使わなくちゃいけねえよな、やっぱり。
あいつだけだよな、敵。どこに？多分その辺だと思う。撃ってる撃ってる。よっしゃーい、すんげー飛んでった。何も落とさねえか。死んだよね、こいつ。死んだね。死んだのはいいけど本当に弾がねえわ。これを上に上がればいいのかな。もう敵いないよ。はい、あいつも何も落としてない。これ上がればいいのかな。あ、なんかいっぱいあるにはあるな。これもうこれ見逃しにいっぱいありすぎるんだけど。しかもこっちから取れるし、ショットガンもあるしハンドガンもあるけど、これ多分さ敵出てくるパターンだろ。ちょっと待ってよ、準備しとくか。今とりあえずスナイパーを拾ったな。スナイパーをリロードしといて、でなんか作るやつも手に入れたから、ハープーンを2つ作れない。いいか、とりあえずこれ開けるか。開けて入って取って、敵出てくんだろ、知ってるよ。で、ショットガンじゃない、普通のあれに変えて、さあ出てくるだろ、知ってんだぞ。どっから出てくる、来る、この辺か、来た。はい、撃つ。お、いいですね。こんな感じか。こっちは出てこない。怖。あ、上。上か。ちょっと待って。スナイパーだな、じゃあ。はい、オッケー。え？あれ？あ、下か。いいね、結構順調だと思う。あれ、そこだ。はい、こいつはやばい。あ、こいつはやばい。あ、しまった、あいつもそっちか行くのか。弾切れか。弾切れか。あ、ちょっと待って、え、なんで、え、なんで燃えた、なんで燃えたの。もう待って待って待って、やだ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 。さあ来い。はい、来る、撃つ。オッケー。で、遠くのやつが次来るから、スナイパーライフルで多分あの辺で一発でも、あの火炎瓶みたいなやつを食らうとすんげー見づらくなるから、あいつらは投げられる前に倒しとく。これは近づいてくるから、はい、これで倒す。あ、あら、危ねえ。で、ショットガンに変えるか。あー、遠く行くな。じゃあスナイパーに変えて、オッケー。あー、待った。危ねえ。で、ちょっと待てよ、落ち着け落ち着け。なくなったからこれに変えて、あ、待った、危ね。違う違う、これのハープーンだな、後ろ違う、あれ、いる、どっかで。
なんか声はするけれど。あ、いる。いるけど終わった。終わりこれ。終わったー、よかったー。あー疲れたー。まだ言ってもでも俺ダストモードになってねえからまだそんな本気じゃねえんだよ。あれ？これちょっと待って、こっちか、いけるな。っていうことはなんか物があったりとかすんじゃねえか、もしかして上に行けたり。え、上行ける？行けないよね。行けるような気配がしない。とりあえず、あーいいですね、線。あー絶対この辺なんかあの女神像とかありそうね。ねえわねえし、行けねえわ。こんだけかな。じゃあ反対側は、あー反対側は行けない系か。まだ見てるなあいつ。なんで俺かまってくれねえんだよみたいな、そんな感じの顔で見てるな。あーでも無駄玉使わなくてよかったから助かったかも。めっちゃうねってるけど、うなってるけど。これは？何もない。あれは走っていくと、何が、あ、なんかあるね。あ、スーパーマグナムかな？いいですね。で、持って降りて、あ、なんか地図の断片か。あ、違う。あ、地図の断片。だけかな？弾が欲しい、本当に。せっかくもらってもすぐその場で使い切っちゃうんだけど。ねえ。ああ、女神像とかありそうな感じがすっけどな、あれとか。あれ、女神像じゃねえの？ぼやけてるからそういう風に見えるだけ？あ、多分ぼやけてるだけだ。ぼやけてそう見えるだけか。なんか絶対どっかにありそうな感じがしますけどね。ありそうで、ない、と思われる。こっちでいいのかな？ハンドガンも一発しかねえし。あー、これ見逃しに水があるな。あ、チェックポイントが入った。あ、ちょっと、何？あ、え？あ、自販機から脳みそが出てきた。そんなことって？おーい！あるんですよ。見つけちゃうんですね、こういうの。もう一回やると？あ、ちょっと待って、あそれは聞いてない。もう一回やると、あ、叩けない。叩けねえのかよ。あー、そうか。なんか敵の声するような気がするけど。弾が入って、ほんといねえな。弾がねえしか言ってねえ。弾あるんですけどね。あ、敵は出てこないから今のところ大丈夫なんだけど。あ、これセーブポイントだな。ちょっと待って、ちょっと先の方だけ見て、ちょっと先の、お、これいいですね。これ絶対なんかあるだろう。あ、その前にこっち。はい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 。あ、いいですね、いいですね、いいですね。ここは何もない。何もない。多分あれ、また自販機、脳みそが出てくるだろう。ね。はい。さあ。おー、いいですね。はい。はい。はーい、いいですね。もう一回やると？あ、脳みそが出てくる。3回目？ 4 回目。あっ！はーい。2回も同じ手は食らわないんですね。はい！あ、ぶねえ！なんかすんげえちっちゃくなかった、今の。あぶねえ。あ、スナイ
ーパーライフルの弾がある。じゃあセーブしようかな。どこだったっけ、ここ、あ、ここだ、こっちだ。でそこを見て回ってて、まだこっち側にも行けるんだけれども、あんまり行くと話が進み、ほら進むわ進むんでセーブして今日はやめにしましょう。ほら手記もあるし。あれあれ、どこが鏡ねえけど、とりあえず手記、セバスチャンの手記。あの事故から半年が経った。マイラとの距離がどんどん開いていくように感じる。俺がしっかりしなければいけないのに、ウィスキーに溺れて考えるのをやめてしまう。仕事に影響さえ出なければそれは俺の個人的な問題だ。あの事故についてやっとマイラが口を開いてくれた。彼女のことがますます心配になってきた。マイラが古代妄想に取り憑かれ心が壊れかけてるとしても、あるいは彼女が正常でその主張通りにあの火災は単なる事故ではないとしても、あー、まあ要は人為的な犯罪的な感じってことですよね。まあいずれにしても救われない話だ。できれば彼女を信じたいが、もしそれが事実なら俺は犯人を絶対に許さない。なるほどね。うっ、そこかそこ、なんでもいいんだな。いや、とりあえず見つめ直してセーブして、その前になんかイベントが、はい、またここに逆戻りか。いや、むしろここは始まりだぞ。難しくなりそうだ。オッケー。じゃあセーブして、セーブして、うん、あ、ため息つかれた。どうなさいました？セーブしに来たんです。あなたの顔を見に来ました。何もないね。オッケー。じゃあセーブしてやめたいと思いますと思ったんですけれども、ここまでを前回のパートに盛り込もうと思うととんでもない長さになったんで、切り分けて今ここからは後日撮影というような感じでやっていきたいと思います。で、何だったっけ？もうすでに前回どういう風だったか忘れちゃってしまったわ。鍵が一個あるんだね。オッケー。じゃあ鍵をとりあえず開けて、で、見つめ直しましょうかね。なんかとんでもない難関のところをくぐり抜けたところだったような気がするけれども。はいはいはい。さて、どこにしようかな。結構空いてきたんだよな。ここ。これは、ショットガンじゃない、ハンドガンか。20発もあるぞ。これ結構、いいんじゃねえか。リロードするとまださらに、持てる。持てる。持たしてくれ。持たさして。よし、オッケー。あ、オッケー。全部なくなっちゃったな。だけど結構補填はできた。で、脳みそは、全然4000とかだったから、このまま行くか、じゃあ。はい、見つめ直す。で、あー、ここか。なんか自販機があったりとかなんだとかする場所でしたっけね。ああ、はい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 。で、こっち側に行けばいいんだな。で、この辺の自販機、ここは、ここまでは見たんだよな。ああ、ここまでは見た。で、こっち側に行こうとしたらな、キットみたいな感じのこと言ってたんだよね。確かね。イベントが進むわけではないな。こっからなんか見える。別にって感じだけど。キットがどこかにいるってこと？マッチが一個ある。ここは？敵の声はしないけども。なんかすんげえ埃が舞って、なんでこんななんかオフィスみたいなところにさ、こんな人形があるわけ？おかしくね？これ壊すと鍵が出てきたりとか。え？え？脳みそ？脳みそが今出てきたの？あ、そう。そういうこともあるのか。ただ単に落ちてただけなのか。どっちなんだ？この辺は壊せる。壊せないか。脳みそ回収だけか、ここは。
とりあえずこのまま進んでいけばいいんだと思うんだけど。あ、またマッチがある。BGM が怖えな。これ壊せたりとかしねえか。こっからまた外に出れるの。あれ？イベントか。ん？あ、キッド、いるじゃん。なんだ？あ、敵！いやー、それ窓から出てくるだろう。キッドを助けないと。マジか。あ、これがあるってことは、またあのサメみてえなやつが出てくるってことか。助けないとっていうことは何？こっからスナイパーで撃てとかそういうこと？でも一弾しかねえよ、これ。そういうことではないのかな？とりあえずあそこら辺に行けばいいってことなのかな？数だって見えるだけでも5体いるし。多分、向こうに行けばいいんだろうな。で？なんだ？なんだ？あー、いるー。そっち側に行けばいいってことなの。バスに乗ってもって感じだもん。なるほどね。あれが開いた瞬間に、あいつらを撃ち落として、で、行くみたいな感じかな。行くぞ。はい、これで。はい、行く、行く、行け。まだ、早く、早く、閉まっちゃうから。閉まったから。あ、行ったな。これで、今行ったらどうなる？とりあえずここに移動する。ダメかな？今行ってもダメかな？ダメかな？あー、ダメかな？あー、やばい！大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫。大丈夫。はい、大丈夫。なんてことなーい。で？ああ、来るのかよー。なんなんだろうな、あいつ。サメじゃねえんだよな。まだ言ってんのかって話だけど。あ、そうか。ハンドガンが拾えねえのか。とりあえずリロードすれば、一個は拾えて、あれ？拾えて、こっからさ、撃てねえかな。あ、撃てるわ。これでとりあえず一個取ろう。とりあえずあいつのダメージ減った。あれ？ダメか。で？キッド！待ってろ！助けて！もう耐えられない！お前そればっかだな、なんか。デジャブーだぞ。で、どうすればいいんだろうな。水の中入っちゃうと、多分あいつが来るから、入る前にあれを撃っていくみたいな感じかな。さあ。あ、いいね。今のうちだな。今のうちだと思います。急げ。ああ、やばい。ああ、これはやばいかもしれない。ああ、やばい。やばいかもしれない。ちょっと待って。クソ。ふざけんな。ちょっと待って。登らない？あ、登れるよね。よし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 。で、あいつちょっと鬱陶しいな。あいつ撃つか。待って。あ、ちょっと待って。よし、オッケー。で、行く。これまずいかな。あ、やばい。あー、待って、危ねー。そこか。これ落とされねえかな。大丈夫かな。今生きてんだけどな。ちょっととりあえず回復しとくか。回復薬ねー。マジかー。これまずいかな。頼む。
あーそこにいるか。空いてってる、空いてってる。このタイミング頼む、頼む。危ない。よし、これ大丈夫じゃないか。はい、大丈夫。なんてことない。さて、こっから敵がいるはずなんだ、多分。はあ、怖い。で、ショットガンは2発か。基本はこれだな。はい、チェックポイント入った。そこに1体いるね。瓶もある。怖い。ちょっと待って、ちょっと待って。何もねえか。何もねえな。弾が欲しかったけどな。一体一体格好撃破で、あ、バレた。まずいかこれ。あ、やって。あー、やばい、これはまずい。とりあえずショットガンに変えて、はい、オッケー。これで燃やす。よっしゃ。怖い。 あいつは大丈夫なはず。オッケー、いいですよ。ちょっとさ、これ止まってれば回復するんだよな。ちょっとちょっとだけ回復しよう、回復しよう。あー、何のトークも持たないけど、はい、オッケー。ここまでは回復した。てかあいつら、あ、いいですよ、回復薬。あ、2個もあるじゃん、2個もあるじゃん。回復しよう。はい、オッケー。で、まだいる。 BGM がまだ怖いもん、言ってまだどっかにいるってことかな。トラバサミがある。はい、取る。これでさ、ハープーン作れるよね。2個作れるのか。オッケー。これでちょっと怖くなくなったな。あっちに、あ、ちょっと待って、アップで。ほい、あれ、ほい、はい、あぶねー。オッケー、これでもう一個作れる。まあ、とりあえず取っとくか。何が、あ、瓶か。あれ、こんだけか。もう大丈夫、もう大丈夫だ。ああ、助かったわ、ありがとう。とんでもない。まさかマッチ一本で倒せるとは思わなかった。話は後だ、まだ敵がいる。まだいるのかよ。あれ、動く。ああ、3匹もいるか。頼むぞ、キット。あとは頼んだ。よし、いけ。その調子だ。うー、来る。くそー、そっちじゃない。いいぞ、その調子だ、頑張ってくれ。お、いいね、いいぞ、キット。その調子、その調子。おい、おい、こっちにいるぞ。おい。ダメか、こいつは俺が倒すか。ほら、オッケー。これで、お、いいですね、ライフル銃。まだいる？あ、い、あ、いる、あ、いる。待って。あいつはピストルでなんとかなるかな。なんともなんないか。やるじゃねえか。今回全然何の活躍も場もなかったな、俺。オッケー、こういうのでいいんです。私、こういうチキンプレイで大好きなんですよ。で、リロードできるやつはリロードしといて。あ、いいね。ショットガンの弾結構集まってきたな。よかった。はいはいはい。あれ？こっちか、いけねえのか。落ちてるものはこんだけかな。
キットどこ行った？あいつ。あ、いいね。500。お、いいですよ。脳みそもある。100かよ。これは？あ、押せれる。押すと？あれ？来た。あ、あ、お！マジかよ。あ、ちちちち、こっち。あれ？え、壊せない。あ、待って。あれ？はい。あれ？壊せない？あ、壊せた。判定なんとかなんねえのかよ、これ。頼むぞ。じゃあ、こっちか。はい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 。サクサクいくぞ、今日は。敵の声はしないと思われる。てか、キットは？あ、いる。先行ってくれよ。無事でよかった。あの教会の後に。ああ。教会にいたの？いたと思う。なあ、ジョセフとな。はぐれる直前まではひどい状態だった。病院にいた子はどうなった？レスリーは？あいつ勝手にどっか行っちゃったぞ。混乱して逃げたな。とりあえずは何もなさそうだ。カラスの声が聞こえるぐらいのんびりとした感じ。いいぞ、もう俺ずっとこういう散策パートでいいや。てか今これチャプター11だっけ？ 11 結構長いね。長いっていうかさ、チャプターこれどこまであるんだろう。もう言って結構終盤だと思うんだけど。まだまだなのかな。なんかやる前に、なんだかんだ言って結構長いっていう話は聞いてんだけども、どの程度長いのかっていうのがさっぱりわかんないんだよね。その、まあ、結局チャプターがどんだけあるかによって、脳みその使い方っていうのも変わってくんだよな。とりあえず外は何もねえかも。何もなさそうだな。あれ？どこに行けばいいの？これに乗る？違うね。さっきそこに、あ、扉があるか。これか。敵はいないと思われる。おかしなことばかり続いているが、鼻血や頭痛の症状は出ていないか？いえ、なぜ？ジョセフがそうだった。人間じゃないものになろうとしていた。おう。誰もが同じとは限らない。あれ？殴れない。あ、なんか、あー、断片か。そうだよね、ジョセフもさ、あの運転手と同じような感じで、なんか化け物になろうとしてたけども、メガネ取ったら治ったんだよね。なんなのあれ。あいつもなんか特別な存在なんですかね。の割にはなんか出てくるたび毎回だらしねえけど。何にもねえな。腕が生えてる。お、こいつは、あ、500か。え？なんだ？あ、でっか！おー、いいですね。順調に溜まってはきてる。上の方から音がしたのか。敵いる？いないね。あれ？なんかさっきから全然蹴り開けれない。何ですか？敵の声はしないぞ。また離れ離れにされるのか、これは。あれ？あれ？あら？待って、マジで？なんで？やばいぞ、これ。どうしたの？モザイクがかかってる。下がってろ。待って。あっ。え。ゲームオーバーじゃねえのかよ。あれ？今でも俺撃たれたぞ。あれ？っていうか、キッ、あ、いる。
逃げたのかあいつ。何の真似だ。俺を撃ったのか。あなたが奴らのようになって私を襲ったから。あなたはもう汚染されている。彼に利用されるかもしれない。待て、どういうことだ。え、ちょっと待って、どこ行っちゃうのお前。っていうかセバスチャン、まずいんじゃねえかこれは。いよいよ持って汚染されてば。あれ？レスリー、レスリーお前か。こっち？レスリー。あ、レスリー。よくやった。あとちょっとだ。どうした？どうした？ルビックか？助けて、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 助けて。待って、なんでどっか行っちゃうの？またどっか行っちゃったぞ、あいつ。レスリー？レスリー？っていうか、あれ、キットマンは？来ねえの、一緒に、あいつ。どうなってんだ。アイテムはない。ない。敵の声はしないけど。鬼ごっこはもううんざりだな。本当だぞ。あら。毒ガスが出てる。デンジャーって書いてある。火器厳禁。火器厳禁？あ、これ全体が火器厳禁ってこと？そういうこと？え、ちょっと待って。火器厳禁ってさ、ハンドガンもダメってことかな？っていうことはハープンもダメだよね。え、じゃあ何だったらいい？スナイパーもダメでしょ？ショットガンもダメでしょ？え？これ無理じゃね？これで倒せってこと？絶対敵いる前提でしょ、これ。なんかある。あ、回復薬がある。で、あー、隠れるか。隠れるか。久しくやってねえぞ、それ。ねえ。もう敵の声はしないけど、音はするんだけど。なんか、あ、ビーンか。いる？右側だな。あれ？違うな。正面か。あ、待って！あのでっけえやついるじゃん。待って！あれはまずいぞ。やっば。あ、やば。これはまずい。こっち側に隠れればいけるか。隠れろ。頼む。ダメかな、これ。何この久々にドキドキする感じ。火器使ったらどうなるの？一発で死んじゃうのかな。あ、来る。遠ざかっていったな。いける。案外いける。あれ？なんかさ、あれ？これ、バグってるな。天井が、プラネタリウムみたいな感じになっちゃってるぞ。マジか。大丈夫かな？っていうか、火器使うとどうなっちゃうんだろう。すんごい使いたい。間違いなく死ぬんだろうけど。あいつやり過ごしてかなくっちゃいけない系かな。ハンドガンダメなのかな。でもさ、さっきのやつってさ、じゃあ他にないんで殺せるのっていう話だよね。
ハープーンももう火ついちゃってるしさ。これ、例えばさ、構えるだけでもダメ。あ。マジかよ。構えるだけでもダメなのかよ。マジか。いやー。あれは難しいぞ。ねえ、どうしろっての。殺すことを考えちゃダメってことなのかな、むしろ。そういうこと？まあ、言って敵の声っていうか音はあれあいつだけなんだよな。幸いなことに今のところ。なので、あいつをやり過ごせさえすればなんとかって感じもすんだけども、この辺に隠れれる場所ないの？ないな。あ、これはまずい。とりあえず隠れよう。とりあえず隠れて、はい、隠れる。やばい。物は大切に。いったな。八つ当たりだけしていったな。っていうかこれなんで天井バグった？あ、これピストルも使っちゃダメなのかな。来ちゃうんだよな。あ、こっちから。なるほど。はい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 、そういうことで。瓶があるっていうことは瓶を使えってことだ。あ、あ、はい。で、こっちに行く。とりあえずここに隠れる。え、待って。いや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 、これ今のうちか。あ、違う、今のうちじゃなかった。あ、待って、お前落としなかったじゃん今。待って、これさ、なんで外に出るとさ BGM なくなるの。あ、やべ、とりあえず無事だったと思いたい。なんかバグってんのかな。よし、とりあえずなんとかなったけど、来るのかなあいつら。まだ、あ、今度普通に敵の声がする。あ、いる。マジっすか。え、なんだ、どこか。あ、カードキーか。うわー、めっちゃ言って敵の声するじゃん。あ、いるね。あ、いる。どういうルートで回っていけばいいのかがさっぱりわからん。あ、やば。
いるな。これでこうするだろう。あ、また燃やす燃やす。あ、もうわかった俺は怒ったぞ。一気に駆け抜けてやる。もう武器なんて使わずに。火器厳禁だろ、知ってんだよ。武器はもう使わねえこれでとりあえず抜ける。はい。で、あ、このこれに乗る。あ、早く。あ、あれ、あ、やばいやばい、危ねえ危ねえ危ねえよっしゃ、いいぞ。で、さっきのあの敵が溜まってたところ、あそこに、あそこにカードキーもあったから、あっこう一目散に目指す。やばい、あーやばい、あーやばい。はい、いる。はい、取るで、はい、逃げる。いいぞいいぞ、この調子。あ、間違えた、こっちじゃない、こっち。オッケー、やばい、早く早く、来てる、多分来てる、早く。あーあー、逃げる。うー、これよっしゃーいけたー、ゴリ押し結構いけるぞ。おいんだよ、おい、あ、来る待って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 、来る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 、逃げる逃げる、逃げる。あ、なんだなんだ、あ、ジョセフ。噂をすればなんとやら、てか言ってまた敵の声が来てる。来てない、来てない、もうあいつらいなかったもんだと思う。これで下に行ったらいるとかじゃねえよ。ん、待って、なぜ車にはしごが突き刺さってるどういうこと、なんでこうなったし。よっしゃ、チェックポイントいやー、多分敵とか倒したらさ、こういう脳みそだとかなんだとかも手に入ったのかもしれないけれども、まあしょうがねえこれは。あ、ほら言ってるそばからセーブポイントもあるし、これあんまり進むとまたあれになっちゃうかな。とりあえずちょっとこの辺だけ見て回って、セーブをとりあえずしようで、いいぐらいかな？どうなんだろうな？言って何やってた？あ、まあ、そこそこやったか。だから、とりあえず今度こそここで終わるか。ね。これを見て、今度こそ終わろう。セバスチャンの手記。ただでさえプライベートと仕事で限界なのに、新米の教育係まで押し付けられた。キットマンは若くて青臭い。あ、キットマンが来たところか。の話か。なるほどね。最近の新人によくある権利意識が彼女にもある。俺が少しでもルールから外れたことをするたびに何か言いたげな顔で見る。教科書通りのやり方だけではダメだということを理解しようとしない。ああ、なるほどね。性格的には冷淡でよそよそし、俺たちの動きを見てバックアップに回るのが彼女の仕事だが、まるで実験台を見る研究者のように感じる時がある。ほう。なるほど。ああ、俺たちから学ぶというより、ただ観察しているように。自分の中の何かが彼女に警報を発している。まあ、確かになんか知ってそうな雰囲気はありますけどね。ジョセフは俺が気にしすぎだという。もしかしたら彼女に惚れてるのかもしれない。あ、ほの字か、あいつ。とにかく彼女といるときは注意を払わねば。なるほどね。オッケー。じゃあ、え、ちょっと待って。そんな生き方？あ、こっからの目覚めか。はあ。連続殺人事件の捜査官失踪。捜査官の生命と、消息は不明。郊外で発生した連続殺人事件に進展なし。警察は捜査主任の失踪を否定。ん？なんだ？どういうこと？あれ？てか、あの女の人がいない。どこ行ったし？
え、セーブは？あ、びっくりした。あ、そこか。なんでお前そこにいんだ。ずいぶんお久しぶりですねって、さっき会ったばっかだぞ。はい、ということでじゃあ終わりたいと思います。次回は、あ、そうそう、鍵を手に入れたんで、また鍵を開けて、ジョセフに合流するみたいな、そんな感じになるのかな？うん、多分。だと思うんで、まあ、とりあえず次回、お楽しみということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も、楽しみに！